札幌にとっては今日の一戦はリベンジマッチになります。一方京都にとっては今日の試合勝てば全グループを通して最速でのグループステージ突破が決まります。お互い大きいゲームだったと思うので、はい、あいいボールだ。ヘディングシュート、左にわずかに外れました。右に展開をします。ルーカス・フェルナンデス、前線にはガブリエル・シャビエル、そして中島大佳。この位置からシュートを追ってきた。思い切ってミドルシュートを放ちました。ここは入れ替わってなんとか岡村がボールをかき出しました。このポストプレーから中島ワンタッチ、ガブリエル・シャビエル。北海道コンサドーレ札幌、先制ゴールはガブリエル・シャビエルでした。連動性を持った攻撃。ここはイスマイラに当てて、そしてお前のシュート決まりました。すぐさま京都が同点に追いつきました。いや、後半投入直後に見事な仕事をしました。ガブリエル・シャビエルが2シャドウを組んでワントップ、中島という布陣に今は見えます。ここで縦で仕掛けていく中島大佳、高い、決まった。圧倒的な高さを見せました中島大佳、見事スタメン起用に応えました。いや、やはりこの制空権は本当にすごいですね。小前との連動です。中には2枚、ルーカス、ここは落としてミドルシュート、決まった。3点目が入りました。ガブリエル・シャビエル、流れるような攻撃を見せました。ここはなんとか福岡頭でクリア。ただ札幌ボールを回収、ルーカス、さあ中には3枚、シンプルに上げて中島ヘッド、決まった。中島大佳、この試合2点目、持ち味が爆発しました。いや、また頭で取りました。ニックという姿勢を見せます田中宏夢のクロスボールです。ここはマイケルウッド出てきました。そしてここで試合終了の長い笛です。北海道コンサドーレ札幌、大量4得点で勝利を飾りました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications